フランキスモは、スペインの独裁者、フランシスコ・フランコによる統治様式。ファシズムやナチズムに類似しているが、若干の相違点もある。スペイン内戦が1939年に終結し、右派反乱軍が勝利した。フランシスコ・フランコはこの時にシンファランヘトを結成し、これによって、フランキスモが始まった。第二次世界大戦終結後もフランコは権力を維持し、 フリーメイソンの排除を行ったほか、同性愛、売買春、ペドフィリアは犯罪とされた。検閲が敷かれ、言論の自由は封じられた。共産主義者や社会主義者は容赦なく逮捕され、処刑された。1953年には、米軍の駐留を認め、実質的に、新米路線へと舵を切った。国際的な孤立を深めながらも1959年には、 経済発展を成し遂げ、スペインの奇跡と呼ばれた。この頃にテクノクラーとの影響力が強まった。フランコの晩年になると、西サハラをめぐる紛争は、スペイン側に不利な状況となり始めた。さらに、バスク人の民族主義集団 ETA によるテロ事件も連発するようになり、かつての勢いは衰え下火になっていった。以下は、フランキスモの主な特徴。 アドルフ・ヒトラーは自らを深刻化して、言い,いなりになる一部の教派、例えば、積極的キリスト教、ドイツ的キリスト者などを例外として、その他のキリスト教を迫害したが、彼とは異なりフランコは、カトリック教会を全面的に擁護し、その他の宗教を認めなかった。この種の体制は、強権的ファシズムと呼ばれる。ちなみにオプスデーも、フランコ政権下の1941年に、 発足している。また、ファシズムがサンディカリスムをその土台としているのに対し、フランコは左翼思想に関心を示さなかった。歴史観についても自らの政権に好都合な要素のみを強調した。ヒトラーやムッソリーニとは異なり、フランコはもっぱら伝統、復興、反動主義を突き進んだ。百四十七年に王位継承法を制定し、スペインは法廷上は、 王国となったしかし、イタリアでは成功した立憲君主制の擁立にフランコ政権は失敗した。1950年代のスペインの映画は、ヌエボシネエスパニオールと呼ばれて高く評価されていたが、フランコ総統の死後には、ポルノなどの内容に乏しい作品が作られるようになった。独裁政権の終焉によって解放されたドイツやイタリアとは異なって、スペインでは、 映画の質が落ちるという結果を招いた。ありがとうございます。